件に対してセントラルコンサルタント株式会社青田博光証人から証言を求めることにいたします。なお本調査は栃木市の事務に関する不祥事件などに対し発生原因、背景、適切な事務が行われていたかなどを調査し、その上で再発防止等について調査することを目的としているものでありまして、今回は承認1名にご協力をいただくものであります。各委員に申し上げます。本日は限られた時間の中で証人の方に証言を求めるものでありますので、的確なご発言をいただくなど能率的な事務の進行ができますようご注意をお願いいたします。証人が証言しやすい環境づくりのためにカメラ等による撮影については証人の宣誓までとし、それ以降は禁止いたします。また証人入場の際の撮影についてもこれを禁止いたします。画像撮影にあたっては特段のご配慮をお願いいたします。最初に青田博光証人に入室していただきます。はい、3ヶ月以上
5年以下の禁錮に処せられることになっています。以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは法律の定めるところによって証人に宣誓を求めます。傍聴者、報道関係者を含め全員ご起立願います。証人は宣誓書の朗読をお願いいたします。宣誓書、私は良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えないことを誓います。平成20年12月24日、青田博光です。それでは宣誓書に署名、応印をお願いいたします。なんですけども、これは21年でよろしいでしょうか。青田証人、はい、
先ほどあの栃木市からということだったんですけども、担当の方のお名前は分かりますでしょうか。担当は、担当は、農林課の稲見さん。いらっしゃいます。平井県議員。それではですね、以前に当百条委員会の方からですね、資料の請求を行ったと思うんですが、そちらの回答の中で平成21年12月21日にそれとですね平成22年1月15日の打ち合わせがあったと思うんですが、その内容をお教えください。青田証人、お手元の資料を見ながらよろしいでしょうか。はい。21日と1月の15日ですか。12月の21日はですね、実は2つ会議がございまして、1つは栃木市様の方に招かれまして、農林課の担当課長様、稲見様、その他、どういった方々が、集まったのかはちょっと把握しておりませんけれども、総勢18名いらっしゃいましてですね。でその中で今回のといいますか、活性化拠点計画の素案についていろいろご意見をいただいたと。で特にその意見の内容としましてはですね、これは開発行為として、通ることができる内容になっているのかとか、そういう確認をご意見をいただきました。でそれが、市議会様の方への配慮です。でその後でですね、クリーンファームさんの方に、行きまして、でこの時は稲見さんと一緒に伺わせていただきました。でその会議の内容とですね、ご報告して、若干修正があり得たという報告をさせていただいたということでございました。平井副委員長。12月21日の日に、グリーンファームの方に、お会いしたということでよろしいですか。はい、でございます。青田証人。それは、それは正確な日時、それから時間というのは分かりますか。青田証人。はい、ここにその記録が残っておるんですけれども、21日のですね、15時半から、45分程度ですか、協議の時間を持たせていただいたというところでございます。宮城副委員長。これはグリーンファームということは、塚本さんということでよろしいでしょうか。青田証人。ここの記録にありま、見ますとですね、戸沢会長、戸沢専務、塚本様と3名の方ですね。平井計画委員長。太田さん、すいません、そちらのですね、会合が持たれた場所を教えていただけますか。青田証人。場所はそのグリーンファーム様の事務所というか、駅前の近くですかね。平井副委員長。それは駅前と申しますと、大通り沿いの、多分産後産業という看板があったと思います。そちらでよろしいでしょうか。私は産和産業様かどうかちょっとご用意は覚えてませんけれども、おそらくその場所だと思います。その際に戸沢さんから名刺とかはいただきませんでしたでしょうか。私は実は私は個人的にはですね、この先ほどの植物工場の話が出た時にですね、稲見様からご紹介いただいて、既に名刺交換はしてございましたので、この時の名刺交換とさせていただいてはおりません。その際には産和産業という、名称は
名刺の中に入っていましたでしょうか。それは覚えておりません。はい、平井副委員長。ですね、まあそれその日以外で、その、まあ、戸沢さん、それから塚本さんと、会合をなされたということはありましたでしょうか。それ以降、その日というのは12月の21日ということですか。ですね、青田主任。ですね、私は直接参加をしてないんですが、最後にですね、私のこの業務を担当している藤田というのがありますけれども、その前もおそらく、これで決着、これでもう全て業務としては終了ですねという報告には伺ったというふうに聞いております。今日は多分6月ぐらいの話、平成25年とか。平井局委員長。その間は、まあ、1回も青田さんの方は、まあ、会議には参加されてない、うん、先ほどの、まあ、お答えの中で、まあ、5月、6月、まあ、それから21年ですね、21年の5月、6月、それから7月と、でその後に、12月21日、それから1月15日と、それ以後においては、その22年6月の担当の方が、まあ、それで、まあ、お仕事が終了だということだったと思うんですけれども、その間に、青田さんの方は会合はされたのかどうか。青田承認。一切電話漏れのメールもですね、まあ、通じませんので、そういうコンタクトは一切取っておりませんので、すべて印南さんの通知でしかやり取りはしておりません。平井副委員長。そうしましたら、セントラルコンサルタントと、グリーンファームと、まあ、コンサル契約は行われたのかお伺いいたします。青田承認。それはですね、しております。で、日付までは今ちょっと記憶にないとか手元に注意がありませんが、ですからその作業の終了の報告にその6月ですか、握ったということになっています。その時に最終的な見積もりを出して、まあ、お支払いの方を、まあ、ご請求申し上げたと。平井健副委員長。それはグリーンファームの方と契約ということですよね。青田承認。はい、そこでございます。はい、したいと思うんですが、青田承認。契約書の形でというのはちょっと私は確認はしておりませんが、まあ、これも何でしょうね、実質、まあ、どういう内容でどういうアウトプットをということを、まあ、ご指導いただいているのは南様の方からでしたので、グリーンファーム様が一切そのどうしてほしいという直接なリクエストを聞いたということはございません。平井副委員長。まあ、契約を行って、その中で支払い、義務だとかですね、まあ、要はお金のやり取りということになってくると思うんですが、その金額的なものはお伺いできますでしょうか。青田承認。これますと、税込みか別かは確認できませんが、選挙区では73万5千円ということだったと思います。その契約は市との契約ですか、それともグリーンファーム、グリーンファームさんとの契約の最終的な金額でございます。平井副委員長。ですね、農林課、市役所の方からですね、この百条委員会に対して、まあ、資料請求を行っていった、中にですね、セントラルコンサルタントが、アトリエ M さんを、まあ、紹介しているという内容の、文書もあるんですが、その辺のいきさつをちょっとお伺いしたいと思うんですが。お願いします。
これは冒頭申しました、植物工場の企画書を、直接依頼して、来ていただいたわけですけれども、その時にですね、その相手様はというか、そのグリーンファーム様であると、おそらくそんなにお金もないですよということで、当社としてはその取引実績のない企業様に対してはですね、あるいはそのちょっと今回のこの業務の詐欺罪がよく見えないというところもございまして、とても弊社では受けていないということで、ただ、とはいってもその企画書のその形というか、その作業をするその手が欲しいということだったものですから、じゃあ気心と知れた、個人でやってらっしゃる、その手の話をご家族とも引き受けてくれそうな方は、ご承知で書いていきますよという形で、アトリエムさん、松本さんに、その作業をお願いしたと、ご紹介をしたということでございます。平井副委員長。もう一回ちょっと確認させてもらいたいんですが、そのお話、植物工場に関わる部分もそうなんですけれども、そのお話があったのは市役所の印南さんからあって、そして契約主体はグリーンファームが行ったということでよろしいでしょうか。あ、私は流れはその通りでございます。平井副委員長。先ほどの金額ですね、その73万5000円、こちらの方はもう支払い済みというかいただいている状態でよろしいでしょうか。青田承認。経理にそれは確認し今日来ておりませんけれども、だいぶ時間も経っておりますので、そのあたりはもう完了済みだと理解しております。平井副委員長。そこのですね、契約書およびその、支払われたのかという、書類関係は、これは請求は委員長できるんでしょうか。それではですね、具体的に、もう一個、再確認していきたいんですけども、グリーンファームの塚本さんとお会いしたのは12月21日の1回のみでしょうか、それともそれ以降にあったのかお伺いしたいです。私は繰り返していただくんですけれども、私はその12月21日の時に2回目でございます。それ以降はお会いしては一切ございません。その最初の時というのが、その植物工場のお話をいただいたというのでございまして、それとも都合を2回しかお会いしておりません。はい、試合審、よろしくお願いします。最初のお伝えになる、その印南さんから、5月か6月頃、植物工場のお話、企画書の方のちょっとお話ししたいんですけれども、これに関しましては、百条委員会に、企画書が、グリーンファームとして、5月と7月と8月に出ているんですが、ちょっと内容を確認してもらいたいんですけど、よろしいですか。はい、了解です。これがグリーンファームの5月ということで、植物の中ですけど、こういう、それで、ここに出資者が5名になっているんです。7月の同じ、内容は同じなんですけども、内容が徹底的に違うのは、出資者2名、塚本さんが、
で、8月の分は、これはまた今度は名前も変わるんですね。達成か予定ですか。これが8月、これが8月までの企画書が出されていることなんですけれども、ちょっと分かりません。今、はい、そうしますと、この企画書自体、いつ作成され、これはアトリエ M さんの方に紹介したということなんですけども、青田さんも関わっていると思うんで、まあ、そこら辺の日付的な、にはいつ出されているんでしょうか。青田主任、正直ですね、今のその5月、7月、8月というのはですね、必ずしもその表並みその月日通りではないと思うんですね。その辺の前後関係、どうなっているのか正直ちょっとよくわからないところがあります。で、私がですね、その関わったのは本当の最初の最初、ここにちょっと手元にありますけれども、本当に項目だけです。こういった内容をこう、書き込んでいけばいいんですかねというところの、考え方の整理をさせてもらっただけでありまして、それ以降はそのアトリエ M様の方で、中身を伝えてもらいました。ただ、その、やり取りの経過については私もその、見ておりましたけれども、それがどういうタイミングでこの7月になったり8月になったり、その出資者の名前が入ったのか入ってないのかというところは正直承知しておりません。しかしアトリエ M さんに、作業を、青木さんが、取り付いてやるようにしたのはいつの時点なんですか。青田承認、おそらくこれ7月ぐらいだったと思いますね。今日は職務っていうのも、そうですね、7月ぐらいだと思います、はい。そうしますと、はい、5月っていうふうな企画書が出てますけど、これは全く日付が違っているということでよろしいですかね。青田承認、おそらくなんか提出のいろいろ過程の中で、多分新しいものが5月になっているのかもしれないと今見た感じですね。青田承認が企画書を持って栃木市を訪れたことはありますか。ございません。白井審、そうしますとその5月という時点では、全くその企画書というのはできていないということでよろしいですよね。青田承認、そうですか。企画書のですからスケルトンを示したまでですから、でこれもどの団体でその引き取ってもらえるのかということがよくわからなかったんですね。で我々の認識としてはこの企画書はですね、植物工場という企画書はもうないと。で途中で植物工場では立ち行かないので、先ほどの話に繰り返しになりますけれども、この大平さんの拠点会計なんですが、こういう形で、作り直してくれという話で、だからその辺のやり取りがどういう形でその、一体の方までも作業の過程だというふうに我々認識しておりますので、最終的にその企画書として生き残っているというか、国川様の方に引き取ってもらったのが、この活性、大平さんの産業における活性化拠点形成計画であると。それは何月に出したやつですか、グリーンファームの。ちょっとこの辺りがですね、錯綜しておりまして、これも、一応出したのが、最終的にはですね、これも正直分かりませんが、パソコンのその記録を見ると、一番新しくブラッシュアップされた年月が10月になっています。先ほど、書類を見せられて、骨格を作ったと言われたんですけども、青田さんが直接関わって作ったと言われたんですが、それはどの会議でやられたものなんでしょうか。会議ですか。会議ということではなくて、はい、印南様が当社にいらしてですね、これこういう概要の企画書が欲しいと言われたことに対して、じゃあ中身としてはこういう項目立てのものを、その詰めていけばよろしいんでしょうかという確認のために出したペーパーです。だから企画書というにはその前のメモですね。
それ印南さんが、セントラルコンサルタントの方に訪れてということでしょうか。その通りです、はい、そのことは。それいつか分かる、いつだか分かりますでしょうか。あのですね、ですから5月から6月ぐらいということを冒頭申しましたんですけれども、それもあの正直記憶が残ってないというかですね、いつもその日にこれから行くからということでワッと仕掛けてこられるもんですから、正直我々もそれの方の対応もしっかりできているわけでもございませんし、まして私はスケジュール帳にも載っておりません、まあ、そういうパターンが多くございましたので、まあ、5月から6月ぐらいだったかなという感じの記憶がございます。あの5月か6月に市からまあ委託を受けて、そして戸澤さんのところに行って名刺交換されているんですけれども、というお話だったと思いますが、それでよろしいですか。これは21年の5月ということですか。昨年、はい、昨年の5月、私の方でセントラルコンサルタントが契約したのはですね、もっと後の話です。7月以降だと思います。その以前にそういう打ち合わせをされたということですか。そうですね、はい。先ほど、まあ、5月か6月ぐらい印南職員から電話があって、そのまま栃木市に来られたというお話をされたと思うんですが、そうではない。いや、ちょっと話が私も混乱してまいりましたんですが、もう一回整理しますとですね、最初にその市の方から当社においでいただいたんですね。で、当社においでいただいて、話もよくはそのわーっと話をされるのでよくわからなかったので、例えば言うならば、植物工場というのはこういうものですかと、こういう内容の企画書を書けばよろしいんですかという確認をしました。で、その後でじゃあ契約運動というのは、それを実は市ではなくてグリーンカムナさんというところなんですけど、では民民でやってくれという話になりまして、ではその話もですね、その、まあ、一応会社の方にも相談しましたんですが、初めての取引関係の実績にある会社でもないと、それから話の行く先もよくわからないということで、ちょっと当社では受けられないという話を申し上げました。ですから、この植物工場、それからこの沖田さん、長谷川拠点であるんですか、これに一連の採用に対しては我々のことしたこれは契約はしておりません。はい、まあ、契約をされる前の段階だと思うんですが、戸澤さんと、塚本さんに会われたのはいつですか。最初にお会いしたのはですから、その植物工場の話がでから、間もなくだったのか、その辺の記憶は曖昧ですけれども、それ以降です。それは先ほど、12月21日には市での会議を行った後にグリーンファームに行かれたという話、そこは分かったんですけども、まあ、1回目に会って、まあ、名刺交換された時ですよね。それはいつだったか、どういうことで行われたのかというのは分かりますでしょうか。日付は今明確には答えていません。ただまあその5月から6月の稲見さんが来て、そのあとそんなに時間経ってないんだったと思います。で、場所はその先ほど3話さんですか、その同じ場所でございます。で、お話をしたのは戸澤さんと塚本さんでよろしいでしょうか。最初のところもお三方、その会長さんの戸澤会長さんの先生様、塚本さんとお三方出てこられたと思います。はい、試合審植物工場 の企画書、これが栃木市の大平山麓活性化事業計画の大前提になっているんですよ、企画書は、この企画書は。で、後から出されてきた、セントラルコンサルタントさんから出されてきたのは、第2弾のまた話になってきまして、今問題になっているのは、その企画書のがいつ出されたのか、どういう経緯で、使われてきたのかっていうのが今問題になっているんですけども、それはアトリエ M さんに、まあ、セントラルコンサルタントでは受けられないから、アトリエ M さんを紹介して、旧だけの関与というか、セントラルコンサルタントとしてはそういう関与旧認識なんです。あなた正直会社としてはそういう認識ですけれども、ただまあ、おかしな話というか、あくまでもこの作業ですね、作業ベースの話を受けたのはそのアトリエ M さんでありまして、その辺のこの中身というかについてはですね、一応私はアドバイスはしました。
作業はしておりませんけれども、まあ、こういうことを書き込めばいいんじゃないかということに関して、マイナミさんと確認をしながら、じゃあそういう方向で作業してくださいという確認は、ミさんはさせていただきます。先進、先ほどあの委員長の方からちょっと、いつそういうあの打ち合わせしたのかということで、聞かれたんですけれども、あの、アトリエ M さんの方から、松本さんの方から、その資料の提出がありまして、7月17日、にですね、まあ、午前中に三和産業に行って打ち合わせを行って、まあ、その中に、アトリエ M さんと青田さんと、農林課の印南さん、それと三和産業の戸沢信本さんと戸沢秀幸さんで打ち合わせをしているというふうな回答を出てるんですけども、それは記憶にありますか？青田商人。あ、そうですね、確かにそうですね、松本さんと一度伺った記憶はあります。他には先ほどの話ですと、一番初めに、まあ、名刺交換して、まあ、12月まで、まあまあ、で12月以降はなかったということなんですけども、今思い出されてその7月、5月か6月か、あとまた7月と12月でよろしいでしょうか、青田さんがこちらの方に、あ、というか会議打ち合わせその他行われたのはよろしいでしょうか？今思い出せる限りではそれですべきだと思います。すみません、まあ、業務上のことになってくると思うんですけども、まあ、通例として、まあ、セントラルコンサルタントさんが仕事をですね、依頼を受けて行っていく、そうすると、まあ、見積書を提出して、でそれで、まあ、契約を結んでから仕事に着工するというのが、まあ、筋なのかなという認識があるんですけども、まあ、お話を伺いますと、まあ、仕事が終わった時点で、要は22年の6月に契約を、グリーンファームとしたという、まあ、ご回答いただいたんですが、そういったことは今までありましたでしょうか？なので承認、民民の場合ですと、圧倒つて的に、内容を確認して、これが作業ボリュームでしたねということでですね、契約するということはあります。平井委員長、実はそのグリーンファームなんですけども、契約したのが22年6月ですが、21年の8月6日に農業生産法人としての、会社の登録がなされているということは、ご存知でしたでしょうか？あなた承認。いや、その話は認識でございません。あの、先ほど5月か6月かっていう話が一番初めにあったんですけれども、そこがいつかというものは、まあ、今は思い出さないにしても後で思い出すまで調べるということはできませんでしょうか？先ほど申しましたようにですね、その、まあ、スケジュール帳にですね、記録が残ってないものですから、それもいつもその急にいらっしゃってですね、こちらもちょっと、まあ、その対応に苦慮することがまあありましたけれども、そういう状況の中ですので、記録として残ってないんですね。で、正式なその会議というわけでもございませんので、こういう議事録的なものもございませんし、そのあたりだったなというぐらいの、記憶しかいません。その後、あの、三和産業さんに行かれて打ち合わせはされているんですけども、それも残っていないんでしょうか？それは7月のことですか？いや、7月の前ですね、あの、稲見さんが来られてことなく栃木市に来られて、戸沢さんと塚本さんとお話をしたという話だったんですけども、まあ、来るということは予定を入れるということで、メモ手帳かなんかには書いてるのではないかなと思うんですが、そうですね、これも、まあ、手帳に今ないですから、
行ったということは確か記憶ありますけれども、でそこでその、まあ、紹介をされたと。でその時にはまだ仕事を受けるかも受けないともそういう状態じゃありませんので、ね、でそこまではっきりとした記録は残しています。個人的な手帳にも今日は栃木に行きますよというものもないということですか。まあ、個人的な手帳というか、まあ、私のパソコンのスケジュール管理やっておりますの で, でそこでその何かのついでに来た場合にはですね、そこに記録は残らないんですね。だからもうあらかじめその、まあ、ちょっと調べてみないと分かりませんけれども、まあ、なければ分からないと。まあ、何かの出てこられたとかっていうのが、その時の当時の記憶を思い出して、あ、この業務のついでだったなとかっていうのが分かりましたら、あの、教えていただければと思います。平木委員長。まあ、あの先ほどのご回答の中で、印南さんとやり取りのことなんですけれども、まあ、1、2回というわけではないような、あの印象を受けたんですが、やはりあのその5月、6月の間に複数回、まあ、その印南さんが、セントラルコンサルタントの方にお伺いしているという認識でよろしいでしょうか。青田承認、複数回ですね。それがいつかというのはですから、正直全部記憶が残っておりません。セントラルコンサルタントは栃木市活性化計画を、市と契約を結ばれていると思いますが、その、流れをちょっと教えていただけますでしょうか。これも正直よくわからないというその、まあ、これもちょっと想像もあんまり交えてしゃべるのもあのよくないとは思うんですが、まあ、もうちょっとですね、話を戻しますと、要は我々の立場が、グリーンファームであったりとか、セントラルであったりとかって、どこの誰に向けて、県に対する書類を作っているのか、農水省に対する書類を作っているのかとかですね、その辺、正直ちょっと服装している中で、あの向いてましたので、そのあたりのコントロールは全部ご担当にお任せしているという状況の中で言われた話を、まあ、形にしてきたというのが正直なところでございます。そういう意味でですね、非常に混乱しております。今も我々も後付けで聞いてはそういうことだったのかというようにですね、改めてあの 逆を利用して、まあ、整理をしているところでございますの で, で、まあ、この都知事さんからいただいたですね、この企画書につきましてもですね、まあ、気がついた時にはというか、まあ、随意契約でございまして、非常に私もありがたかったんですが、随意契約ということで22年の1月から3月までという形になってですね、でこれまでもいろいろ我々の方でも書き込んだものプラスアルファでまとめさせていただきまして、まあ、これでいいということで、まあ、引き受けたいなとやらせていただきます。その会、栃木市活性化計画っていうものは主には青田さんが作られたものです。もうこれはその基本的に私がですね、あまり作業したという事実はございませんで、その先ほど植物工場 のメモ書きだけです。あとはその、まあ、当事者の方で受けた場合にはこの藤田というまた別の担当がですね、これはあの国民官様の、まあ、資料もそうですし、都知事様のこの資料もそうです。藤田というものが大事だと思います。この植物工場またはそれに、まあ、計画が変わったということで、まあ、計画がどういう、それを担当されてたのも藤田さんなんですか。一番初めこう市から言われて、まあ、計画が変更になったということでまた作業されているようなんですが、その理由とかというものを見られましたでしょうか。まあ、そういうところがですね、なんというかいろいろ、まあ、いろいろ偉かったというかですね、まあ、この植物工場、私が断片的に聞いたところでは植物工場だとその補助金の問題があるという話とかですね、あるいは植物工場そのものがですね、当時 その農水省の、まあ、補助金関係で、まあ、いろんなところが多分手を挙げることによってですね、ここでその想定しているその食あのものがですね、根崩れを起こすと、そのためにこの工場そのものの採算性というか、それは多分立ち行かなくなるだろうということもあって、まあ、この、まあ、アイデアというか、これはもう取り下げたいと、まあ、そのような説明を受けたような記憶はしています。それが大体いつ頃だったかというのは記憶にありますでしょうか。ですからこれもあの逆算後部的にあの言っていますですね、
これを作り変えを指示されたのが7月の半ばぐらいだったと思いますので、そのちょっと手前ぐらいだったですかね。先ほど、まあ、この計画に関しては藤田さんがやられてたということなんですけども、藤田さんが戸沢さんのところに行ったりとか印南さんのところに行ったりとかっていうものはあったでしょうか。藤田ですが、最後の報告の時には藤田当時の営業とで行ってるようです。それはちょっとわからないですが、その間にどういうことをやってきたかというのは、私は、まあ、一通り報告を受けてますので、私の承知している限りでは単独で戸沢様にお会いしたりとかですね、その単独で稲見さんと、電話でやるというのはあったんでしょうかね。その直接単独で会ってるということはないと思います。私に来ているとかっていうこともなさそうですか。ないです、ありたいと思います。他にありますでしょうか。お世話になります。クトリーです。ですね、クリーンファームとの契約73万5000円で、日付が21年6月になってるんですけど、もう少し日付の明確な日付を教えていただきたいんですが。私は21年ですか。先ほど21年6月っていうのは話して、22年です。22年です。2年の6月、行くんです。6月の、たまたまというか、ここに請求書があるんですけど、21年6月21日に請求書があります。ただ、これはちょっと正式な社番がありませんので、変わっているのかどうかは分かりませんが、おそらくそのあたりだと思います。はい、で請求書を出されて、支払い日の入金日、入金日を教えていただきたい。はい、それは直接関係ないことだと思いますので、はい、じゃあ、分かりましたらお願いいたします。他にありますでしょうか。はい、それでは最後に青田証人の方から何かありましたら発言いただければと思います。はい、本日はどうもありがとうございます。正直まあ、若干言い訳がましい話をさせていきますとですね、我々も、まあ、話の途中でも申し上げましたように、今いろいろこう話があってですね、それを後追いしていって我々自身も整理をしているような状況でございますので、多少その、まあ、元よりその嘘をつくとかですね、何かを確執するというつもりは全くございません。ただそのやり取りの中で何かしら先ほどの、7月17日の松本さんとの打ち合わせですか、まあ、これも、まあ、言われれば確かにそうだなというような状況でございますので、まあ、多少その辺の齟齬は、まあ、どうしても、まあ、生じるところがあるというところはちょっとご承知をいただければと思います。まあ、必要に応じてまた証拠づけられるものがあればですね、まあ、それは誠心誠意また調べようというふうに思っておりますので、まあ、そういうところでご了解いただければというふうに思っております。ぜひ調査の方にもご協力いただければと思います。また思い出したこと等ありましたら、まあ、議会事務局の方にお知らせいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。以上で青田博光さんに対する尋問を終了いたします。青田博光さんにおかれましては誠にありがとうございました。ここでご退席をお願いいたします。どうもありがとうございました。
会で依頼いたしました五輪公電車工場跡に関わる不動産鑑定について、鑑定評価について、鑑定を担当された不動産鑑定士、西健二氏から説明をいただきたいと思います。西鑑定士に入室していただきますので、少々お待ちください。皆さん、資料をお持ちでしょうか。収益還元法、それと大規模価値の売買開発法という手法があります。今回はその土地が調整区域内の価値ということで、まあ、一般には収益物件が始まる。あるいは、
失礼しました。あるいは宅地分譲であるかないと。下。はい。大変失礼しました。その取引事例確保、それから収益還元法、それから開発法という手法があります。で 本件は市街化調整区域内の宅地ということで、収益物件を稼働させるとか、あるいは宅地分譲するとかという手法にはなじみませんものですから、今回は取引事例確保、これは周辺でいくらで取引されているかが効果です、いう手法を採用しております。で採用した取引事例ですが、周辺で40例、これをもちまして、この地域はこうだから各地がこうだとか、そういう比較をいたしまして、まず何を最初にするかと申し上げますと、この地域内で標準的な宅地を想定いたしまして、普通の標準的な宅地であったらこうであろうという価格を見せます。これが、標準価格と称するもので、本件では1万800円平米である。このように評価いたします。そして次にこの対象地が標準的な格子からはちょっとかけ離れた土地である、いろいろな個別的な要素がございますので、それについて、通常は増減価、本件の場合には減価ばっかりということになりましたけれども、それを個別的要因の格差ということで判定をします。鑑定書の中で11ページになります。11ページですね。資格の中ですけども、標準的な格子で1万800円、これに対しましてさまざまな特徴の要因がございます。一番上の山林座敷を含むというのはその北側の方ですが、かなりの山林を含んでいますということで、その分は通常の宅地と一緒に評価するわけにまいりませんですから、この分の減価マイナス 16%、 これはだいたい3分の価格を平米820円ぐらい、このような感じで評価いたしまして、結果はマイナス 16% の減価。水路改ざですね、これは中にかなりの水路が入っています。これに対する減価、これも若干見ないと問題があるということでございまして、マイナス 2%。 3番目の供給処理施設整備等、これは水道ですとか下水ですとか、これがちょっと十分ではないということで、一般的な工場の用途に比べるとこれも減価に進むということで、マイナス 2% としています。最後の一番大きな減価、マイナス 26%、 これは一般にスティグマと呼ばれるものですけれども、本件の場合には土壌汚染に対するスティグマ、一般的にはその自殺物件のマンションであるとか、そういうもので、そういう物件はちょっと嫌だと心理的に、これはスティグマと呼んでますけど、で本件の場合にはだいたい15年後、このぐらいになれば杉田もだいぶ少なくなると、そういうことを想定いたしまして、15年後に100とすると、今の段階ではだいたい少しずつこう減るとして、今の段階ではマイナス26%、これはその 2% の繰り減価率と判断しますけども、不動産の評価で一般的に 2% という運用利回りが広く使われておりまして、これは通常は長期金利の利回りですね、これにリスク率を足すこと、で長期金利の利回りも一般的には10年もの国債の利回りでございますけど、大体1から 1.5 兆円、
それにまあリスクを付け加えまして2番目、そのように判定しております。で、さまざまな個別的要因を判定した結果、この土地につきましては6500ヘクタール、このように判定いたしました。13ページになります。はい、次13ページになります。今の6500円というのは、建物がないと、あるいは最有効使用で使われると、その場合のコストということを前提にしております。ただ、今回の場合には、古い建物が介在する。通常は、その最有効使用であれば、今の差し上げても問題ないんですけども、到底最有効使用ではない。老朽建物がございます。土地との一体感が不十分で、その場合には建付け原価というものを行いますけれども、本件の場合には建物取り壊し用相当なく、これをもって建付け原価で進む。この分がマイナス 25%、 その根拠はその下に書いてあるんですが、3100万円立場支給を判定です。で、先ほどの6500円に評価面積をかけたものから、この立場原価相当額を考慮いたしまして、最終的に9300円、これが当初で判定した評価額になります。うん、とりあえず大変簡単でございます。委員の皆様、何かご質問等ありますでしょうか。そういう類似性を重視しているなかなかぴったりというのは少ないんですけど、まあ、できるだけのことをして作業されています。これは具体的な場所とかっていうのは基本的には我々は言っちゃいけないと思っています。そういうなんか基準とな基準ではないですけど、はい、そういう事例になるものとかっていうのはどこかへ登録されているとかそういうものなんです。それでも、はい、管理士さんが個人的に調べるものですか。
あの今回の場合には、あの栃木県の鳥居さんの鑑定委員会、鑑定評価、鑑定してもそこで採用されている事例を、特にあの恣意的に我々が作ったとか、そういう問題ではないですけど、一般的に広く知らされている事例が多いです。あのちょっと関連なんですが、このスティグマのですね、はいはい、存在って書いてあるんですが、このスティグマによるですね、はい、あの土壌汚染といったものが簡単に処理できるものとで調べててかなりひどいというもの、はい、この辺の数字っていうのは、あの動くということですか。はい、これはあの一番初めの鑑定評価額のところに書いてあるんですけども、いわゆる具体的な調査費用であるとか除去費用、あるいは必要によっては土地の理解費用、これは考慮しておりません。これは別途費用がかかるということになります。これはちょっと我々ではなかなか判定が難しいので、ここは専門の業者さんに判定をしてもらう、見積もりをしてもらうということになると思います。はい、ただいまの説明では、はい、その部分がかなり今後を左右もするということですね。そうでございます。まあ、このスティグマというのは、そういう土壌汚染が、まあ、土地の改良とか行われた後でも存在する、そういうものを示しているものでございまして、それとは別に除去費用というのは発生します。ですからこれは、はい、あ、大脇君、スティグマというものは心理的嫌悪感と言われるもので、実際のそこが汚染されていた、汚染されていて、それを処理する費用は全くそこには加味されていませんというものでよろしいですか。はい、おっしゃるようでございます。だからもしもそれを処理する費用が出てくれば、それはもっと引くことになる、はい、通常ならば引くことになるということです、はい。あとあの山林の位置づけなんですけど、はい、あの土地開発公社の方の、鑑定書ですと、山林をかなりの部分、その宅地並みに評価しているんですけど、はい、この辺はどうなんですかね。ちょっと私の場合は考えが違うなというところでございまして、あの山林を宅地並み評価というのはどういう理由からなのかと、私の方は理解しているんですが、ありますでしょうか。あのですね、公社が行った不動産鑑定を、まあ、実は評価してもらったんですけども、これは、まあ、西さんから提出いただいたものなんですが、佐藤さんで入ります。はい、これを解説もしていただければと思います。わかりましたら、はい、ちょっと待ってくださいね、もらって。一番日付の矛盾点ですね。これはその、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。その前の鑑定書の中では土壌汚染はないという根拠に、7月の日付の調査会社の報告を採用しています。これはその発行日が5月15日、鑑定評価を行ったのは5月15日ですので、ちょっとこれは通常は考えられないやり方です。まあ、後で作って日付を遡って提出したということではないかと、そのように考えたんですが、まあ、これはその前の鑑定士さんに聞かないとあれですけど、当社ではそのように、これはおかしいというのがその一番ですね。それとその基準値の番号の問題ですよね。これは合併後と合併前と基準値の名称が変わっております。
それが本来大平の長野市というのを採用しなきゃいけないんですけど、栃木長野市となってまして、これがその合併後の番号ですね。これもおかしいなというところであります。で、2番目の宅地部分、実測数量を超えて評価している、これは先ほどの質問にあったようなところですけど、山林の一部を宅地で評価している、これもちょっとイレギュラーだな、このように調査は判断です。それとですね、3番目なんですが、累計に応じた鑑定評価方式の適用、先ほど私が、評価の方法として取引事例比較を送り上げましたけれども、これは土地のみを評価する場合でございます。通常土地と建物、本件の場合もそうですけれども、この場合には原価法という手法が取られます。原価法の手法の中で土地の部分については取引事例比較を使うということが一般的になっております。で、当社の作り鑑定書の構成も一応原価法ということで、で、土地価格を出して、建物価格を出して、そういう方法を当時に採用しているんですが、この前の鑑定書では、積算価格という概念が全然見られない。これはちょっとどうかなと。まあ、そういうことを指摘させていただいたんです。皆様何かありますか？ありがとう。何かありますでしょうか。はい、内容ですのでこの程度に留めたいと思います。この場合は佐藤浩一さん、主任だからいいか、佐藤浩一さんにおかれましたらお忙しい中、佐藤浩一さんにお伝えしていただきまして、どうもありがとうございました。そんな最後で次に今日大席お願いいたします。どうもありがとうございます。